よろしくお願いします。お願いします。はい、始まりました。イカサママージャン選手権のふたはんちゃんみです。実況解説は私、堀内がお送りさせていただきます。前回に引き続き、対戦相手は、モナカ広告さんとなります。イカサママージャンとは、通常の持ち点に加え、試合の最中で各選手が行ったイカサマに芸術点が加えられ、総合得点の高い選手が勝ちとなるマージャンゲームです。イカサマを使って高い点を上がったとしても、芸術点でマイナスになってしまう場合もあります。ジャン力とイカサマの総合力が求められます。なお、芸術点は私、堀内が独断と偏見で採点させていただきます。当一局は、チーチャは OR 選手、得意技はターチャの手配からのぶっこ抜きになっています。なんちゃは堀内選手、得意技はドラ表示配すり替えです。シャーチャはモナカ選手、得意技は山の覗き見です。モナカ広告さんのチャンネルでも動画がアップされる予定です。概要欄に URL がありますので、よければそちらもお願いします。当一局から、早くも3者に動きがありました。順番にスローで再生して確認してみましょう。OR 選手がドラ表示牌を1万にすり替えています。ドラ表示牌をすり替えると自分の手牌が高くなります。続いて、モナカ選手が不要な牌を山に置いて1枚交換しています。次の壺番の堀内選手が不要牌を引く可能性が高くなります。続いて、堀内選手が不要牌を2牌山にくっつけて牌を交換します。平で打つよりも手牌の進行が早くなります。OR 選手が2巡目に1牌に不要な牌をくっつけてすり替えています。早くも2回目のイカサマで一歩リードです。モナカ選手が牌を2枚左に寄せました。両手を卓上に出して、もそもそしています。あっと、ここで動きがありました。2牌を山にくっつけて、くっつけた左手で牌山を押し出しながら交換しています。待ち番中に交換しやすいように、牌を左に寄せてのスムーズな入れ替えです。芸術点はプラスになります。ここで堀内選手に動きがあります。神茶の OR 選手の手牌から、シャーを拾っています。カバから捨て牌を拾うと、確実な有効牌を手牌に入れることができます。堀内選手、シャーを重ねていいシャンテンです。そして、モナカ選手が、捨て牌からウーピンを拾っています。スムーズな手つきです。スロー再生で確認してみましょう。ウーピンを拾って、ペイを切っています。隙間が空いていますね。不自然な隙間があります。前順の牌を川から拾ってくると、麻雀のミスがなくなります。かぶりが存在しなくなります。ウーピンがポロッとこぼれちゃってますね。拾った勢いでウーピンがこぼれてしまいました。これは芸術点マイナスですね。マイナス1000点です。そして、OR 選手が堀内選手の第1打を拾っています。川拾いです。堀内選手からウーピンを拾いました。ゴミ拾いならぬ川拾い。6巡目にモナカ選手からリーチが入ります。同順に OR 選手が追いかけリーチですね。これ手牌をちょっとよく見てください。リプレイで確認すると、OR 選手、ターハイしていますね。ローピンが2枚あります。これはやっちゃってますね。リーチをかけた後に、ワンパイにローピンをくっつけて、カンパーソーのテンパイをしています。ロン。ロン。リーチドラさん。フライチ。マガ。マガです。マガマン。12,800。トーン一局はダブロンとなりました。モナカ選手が12,000点と8,000点の宝珠です。トーン一局の一本場となります。OR 選手が手前の山から牌を交換します。手前に山がある状態で不要牌を変えるのはイカサママージャン選手権のセオリーです。そして次々に動きがありますね。堀内選手が4枚つけて5枚つも大胆に交換をしていきます。モナカ選手にも動きがありました。モナカ選手は右手前の自分の山に牌を1枚置いて交換をしています。1枚交換です。モナカ選手もアドバンテージを取っていきます。ここでモナカ選手がドラ表示牌すり替え、チーソーからリャンゾーにすり替えています。シンドラが3ゾーになりました。3ゾーが手に2枚以上ある可能性が高そうです。ドラ表示牌を交換すると自分の手が高くなります。そしてここは中盤はイカ様なしで手が進んでいきます。堀内選手は平で進めてますね。あと、ここで動きがありました。OR 選手が2杯積もってますね。2杯積もってターハイしています。手牌なんかこれめちゃくちゃ多いですね。9、15枚。今15枚ありますね。堀内選手がリーチをかけましたが、OR 選手はターハイしながら、戦っています。ターハイすると、リーチが入っても安全牌に困ることはなさそうです。
鉄壁の守備で堀内選手への安牌を切っていきます。終盤に差し掛かり、大丸選手が2杯積もって安牌切り、捨て牌が八尾中牌だけで流し漫画になっていますね。モナカ選手が臨山牌をめくってで、そのまま戻しました。勘をした時に何を積もってくるか知ることができます。不要だったようです。そのまま臨山牌を戻しました。堀内選手がイーソーを積もって、ここで上空で止まってますね。今ラグがありました。イーソーを積もって数秒止まりました。全く関係ないんですけど、一体何を考えたんでしょうか。そして最後の積もはパーピン、背底を OR 選手の皮に叩きつけました。パーピンを力強くパンと叩きつけました。 OR 選手は流し漫画が完成していたんですが、堀内選手のこの力技により流し漫画を阻止して天敗を取りに行きます。パーピンを指摘していますね。はい。OR 選手、流し漫画成功かと思われましたが、逆に脳天バップを払うことになりました。いいですか、流し漫画。あ、いや気づかなかった。6000オールの一本だ。7000オール。あ、そういうことどうぞ。天敗上です。あ、天敗、天敗。やられた。俺が気づかんかったわ。トン2局2本場でドラがパーソー、強卓は1本あります。早速 OR 選手が手前の山から牌を交換しました。積もる前に牌を交換しています。堀内選手にも動きがあったようです。展開が早いのでスロー再生で確認をします。堀内選手は不要牌に牌をつけて2牌山から積もっています。牌交換です。芸術点は先手になります。 OR 選手が再び牌を2枚交換しました。手牌をすでに4枚交換していますね。積極的に牌を交換していっています。2巡目にまた2枚交換しました。これ3回目ですね。2枚交換を3回で6枚交換します。で、さらに2枚交換します。親の堀内選手が切ったタイミングで交換して、繰り返し、これ何回目でしょうか。4枚、8枚ほど牌交換してますね。 OR 選手やりたい放題で手牌に G 牌が増えていっています。堀内選手がドラ表示牌をすり替えてますね。ドラ表示牌をすり替えたタイミングで OR 選手がさらに2杯交換しました。5回目の交換です。新ドラが変わっていますね。新ドラが言いそうになりました。そしてさらに6回目、 OR 選手は6回目の牌交換です。手牌が少数紙が見えてますね。南平がアンコで、シャーが統一のトンが1枚。 OR 選手が6回で12枚交換しますね。ものすごい勢いで手牌が進んでまいります。モナカ選手の動きを今チェックすることはできてなかったので、モナカ選手を注意深く観察していきます。3人が同時にイカ様を行うので、1回の動画の確認ではイカ様を把握できなくなっています。モナカ選手はおとなしいですね。手前に山がないのでイカ様ができていない状態です。 OR 選手はやりたい放題やっていますが、堀内選手はシンドラが言いそうでドラドラの手牌になっていますね。モナカ選手はおとなしいです。平のまま手を進めています。おっと、ここでモナカ選手がさらにドラ表示牌を変えました。堀内選手がドラを言いそうに変えたんですが、モナカ選手がトンとすり替えてシンドラが何になりました。堀内選手の手牌はイーペイコーのみです。シンドラが何になったので、モナカ選手に何が2枚以上ある可能性が高いんですけど、こちらの視点から確認すると、 OR 選手が何がアンコになっていますね。シンドラは何になったんですけど、モナカ選手は不要牌と単純に入れ替えたみたいです。急走が必要だったみたいです。そしてモナカ選手と OR 選手から2件リーチが入っています。この局はモナカ選手の上がりとなりました。モナカ選手がリーチのみで2000点の上がりです。トンラスでドラがチーピンになります。3人同時にイカ様を追うのが無理なので、一人一人イカ様を見ていきます。 OR 選手が勝敗していますね。勝敗しながらプレイしています。積もらずに吐くから切り出していますね。これは新手のイカ様なのか、それとも本当に勝敗してしまったのか、判断が難しいところです。そしてここで堀内選手と真中選手に動きがありました。堀内選手が牌を交換、手前の山から牌を2枚交換しています。そして真中選手が牌をスライドさせます。序盤は牌を交換していき、有効牌と入れ替えていきます。そして OR 選手が堀内選手の手牌から1枚ぶっこ抜きをしました。積もらずに勝敗してぶっこ抜いて勝敗解消です。堀内選手手牌が12枚となってしまいましたが、ここは落ち着いて一度の積もで2杯積もって勝敗を解消します。冷静な対応です。そして再び牌を抜かれる。 OR 選手からピンズを抜かれました。再び勝敗です。ここで再び2枚積もる。9万とローソーを積もって手牌はイーシャンテン。 OR 選手勝敗からスタートしたんですが、いつの間にかこの曲は打開してますね。今手牌が14枚あります。モナカ選手はこの曲比較的おとなしいですね。手前に山があるので、この曲はモナカ選手にとってはチャンスです。
久しぶりに山がある状態です。おっと、今捨て灰から灰を拾っていましたね。数ピンを切って前順に切った一ピンを拾っていますこれは被ってしまったということでしょうかね。一巡前の捨て牌を戻しているので被りを解消したということですね。ここで数ピンを切って一ピンを拾う。そして不自然な隙間が空いてますね。数ピンと今の間に不自然な隙間が空いています。積もる前に数層をつけて隙間を埋めて自分の積も番一枚積もって牌を切っています。今のは白をポロッとこぼしてしまいました。イカ様ではありませんね。ただのミスです。ゲージ捨てはマイナス対象となります。マイナス1000点です。おっと、今、モナカ選手が自分の缶をいじっています。スロー再生でもう一度確認してみます。堀内選手が塔をポンして、ポン点に取ります。そして、モナカ選手が、今、リャンゾチラッと、ちょっと触りましたね、リャンゾを。ウーソーを直そうとして、そのまま戻しました。で、リャンゾをやっぱり戻しましたね。欲しかったのは、ウーソーではなく、前中に切ったばっかりのリャンゾを戻しましたね。またしても被ってしまったんでしょうかね。チューンを切って、ウーソーを元の位置に戻しています。捨て牌を6枚切りです。モナカ選手、マナーを守っています。数巡経ってから被るということはよくある話なのですが、モナカ選手は積極的に一巡前に切った牌を戻していきます。そしてこの局はある程度三者の手配がまとまり、イカ様がやや少なくなっていますね。あ、いつの間にかリンシャン牌が1枚増えてますね。ちょっと確認してみましょうか。ここですね。モナカ選手が捨て牌を拾ってる間に、OR選手が不要な牌を2牌つけています。2枚つけた後に1枚戻して、ワンパイが15枚ある状態です。あまり見たことのない形になっています。違和感がありますね。やっぱりワンパイが15枚というと。OR 選手が9万を暗号にして、テンパイを入れました。そして、ウーソーを切ってリーチ。堀内選手がここで山から2杯積まれます。灰をちょっとポロッとこぼしましたね。灰を2枚積もって、OR 選手に2杯くっつきました。山から2杯積もって OR 選手にくっつけて、トンとペイをぶっこ抜き、ペイを入れ替えましたね。シンドラのペイを入れ替えて、積もってきたトンで民間をします。果敢ですね。はい。果敢をして、シンドラがペイ。拾ってきたペイでシンドラが4枚になりました。堀内選手は、トン、ドラゴのテンパイです。モナカ選手から堀内選手がパワーピンを出上がり、トン、ドラゴ、1万2000点の上がりです。乱入して、イカサマ麻雀選手権の後半に移ります。